Japan, Senegal. ワールドカップまであと8ヶ月。日本にとってこれからは一つ一つの試合が大きな意味を持ってきます。本大会初出場、西アフリカのライオンの異名を持つセネガルに対して小野稲本ら海外組5人を含む日本代表がどう戦いどう勝利するか。トルシエジャパンとしてはアフリカ勢との対戦は3回目、経験を重ねる時でもまた日本の課題が試される時でもあります。フランスはランスのフェリックスブロアルスタジアム、注目の一戦のキックオフが迫っています。手に入らない、ワールドカップのチケットが手に入らない。俺はジダンなのに。なんと今カップヌードルでワールドカップチケット3000人に当たります。外れてもダブルチャンスでジダンダアクションフィギュア、さらにトリプルチャンスでオリジナルフォークが当たるかも。カップヌードル日清。の空にセネガルの国歌が流れました。続いて日本国国歌です。両国の国歌が流れました。日本代表がフランスの地を踏んだのは半年前でした。パリから北へ200キロ、サッカーの街ランスのフェリックス・ブロアルスタジアムです。インターナショナル A マッチ、日本代表対セネガル代表。日本とセネガルは過去に一度だけ87年のキリンカップで対戦していまして、その時は2対2の引き分けでした。この試合の解説は元日本代表の名フォワード、おなじみの金田信俊さんです。金田さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速日本のスターティングイレブンをご紹介してまいりましょう。ゴールキーパーは都築亮太、ディフェンスは右に松田、真ん中に森岡、そして左に中田浩二、ボランチは稲本と戸田です。右のサイドバックに鳩、そして左サイドバックに奥が先発しています。トップ下は中田に代わりまして入りますのが藤本、スタメン出場は初めて、そしてツートップは鈴木隆行と高原のコンビです。これは初めてのコンビです。日本のリザーブはご覧の通りとなっています。トルシエ監督46歳、ワールドカップに向けての試合、異なったスタイルのチームとの対戦経験になるというふうに話していました。続いてセネガルのスターティングイレブンをここでご紹介しましょう。ゴールキーパーは1番のトニー・シルバです。ディフェンスに2番のオマール・ダフ、5番のマリック・ディオップ、13番のラミン・ディアッタ、それから16番のアラサン・エンドゥール、ミッドフィールドの位置には15番のサリフ・ディアオ、22番のマクタル・エンディアイ、3番のエルアジサール、そして10番のカリル・ファディガ、2トップが7番のアンリ・カマラと11番のエルアジ・ウセイノ・ディウフです。この試合のレフリーは主審がガリビョンさん、副審がプランシェスさんとベアクさん、第4審判がドゥセさんです。今フィリップ・トルシエ監督が映っています。そしてこちらがブルーノ・メツ、セネガル代表チームの監督。この2人は以前クレテールというチームでメツ監督が当時コーチ、そしてフィリップ・トルシエは選手として一緒に
戦ったことがあるというふうにメツ監督が話していました。非常に親しいということです。今日本のイレブンの姿が映っています。ああ金田さん、はい、どうやら七海はですねベンチに入ってますね、はい。あ、そうですね、練習には全く顔を出さなかったですけどね。心配してましたけどね、はい。こちらがセネガルのリザーブのメンバーです。金田さん、まもなく試合が始まりますから、はい、一言セネガルの中での注目選手というと誰になるでしょう。それはやっぱり2トップだと思います。特に11番のディーフですね、実は、まあ、昨日も僕は練習見てるわけなんですけど、はい、このディーフっていうのは本当にですね、はい、スピードはそんなには僕は感じませんでしたけど、キープ力、はいはい、テクニックでキックの精度、はい、でびっくりしたんですよ。プレースタイルがね、大人みたいだなと。で実は年まだ20歳なんですよね。そうなんですよね。びっくりしました、まあ、注目ですね彼はね、はい。その11番のディオフ、それから、まあ、アンリ・カマラ、この2トップはなかなかスピードもありますし、そして個人技もあります。そうですね、カマラもそうですね、はい。画面の左側もちろん日本代表、そして白のユニフォーム、肩のところに緑の模様がありますのがセネガル代表です。ワールドカップ初出場を決めました。今非常にモチベーションが高いセネガル。一方の日本代表としましては、このあとナイジェリア、そして11月にはイタリアがあります。大事な試合が続きます。今主審のガリビョンさんが笛を吹きました。ファーストハーフ前半が始まります。さあ金田さん、改めてこの試合、はい、日本としてのポイント、見どころ、課題、どのあたりでしょう。そうですね、まあ、今まで代表トルシェ監督になって、なかなかエジプト、モロッコ、エジプトとカメルーン以外はですね、はい、あんまりアフリカとやってませんよね。そうなんですよね、はい。でこのセネガルというチームは今日本のコーナーキックもらいましたけど、はい、やはりワールドカップ出場を決めたチームですから、特にアフリカではよく運動能力が高いって言われますけどね、はい、そういう機会、相手にやっぱり攻守においてどれだけコンビネーションを発揮できるか、はい、この辺が見どころですよね。これまずはリスタートですね。そうですね、これキッカーは藤本です。昨日は中で競るということもやりましたけど、少し大きめに振って右サイドの21番の鳩がね、はい、今フリーにマーク見られましたけどね、可能性あります。低いボールが入った、ヘディングでこぼれます。このこぼれたところセカンドボールを拾っていこうというところですが、今ボールを取りましたのがエレアジ・ディウフです。11番の選手に注目していただきましょう。大きく前方へフィードします。そのセネガルなんですが、1960年に協会設立、ワールドカップは初出場。ここまでワールドカップの予選が8試合で4勝3引き分け1敗、得点14、失点2、勝ち点15。実は金田さん、はい、このワールドカップの予選のグループ C がモロッコ、エジプト、アルジェリアとい う, そ, うです、ね、その強豪を破ってきたということで、はい、センセーショナルな話題になったんですね。ナミビアもいましたけど、ナミビアはちょっとまあ落ちますけど、最終的には、アウェーのナミビアで5対0でセネガルが勝ってね、その時は確かエジプト、モロッコは引き分けて出場決めたと思うんですけど、はい、非常にやっぱり攻守においてバランスがいいというか、失点が少ないですよね。そうなんですよね、はい。これは今日は来てませんけど、はい、シサという選手を中心にですね、はい、非常にいいディフェンス組織を作ってたっていうふうに言われてますね、はい。今金田さんからお話がありましたように、ディフェンスの主力3人、そのシセと、それからコリー、それからハビブベイというこの3人が抜けているのはどうなのか、そのあたりのところブルーノ・メス監督は、まあ、控えのメンバーも素晴らしい能力の高い人がいるというふうに話していましたが、さあここはファディガです。ファディガマークに行く、ハト、これがアンリ・カマラ。カマラはシュートを狙っていきました。どちらかというとカマラはそれほど背は高くないですね。そうですね、アンリ・カマラはに比べれば、はい、昨日の練習の中でも非常にこうスペースを作る動き、サイドに流れて起点を作る動き、はい、この辺はよくやってましたね。ああそうですか、はい。7番のアンリ・カマラは現在フランスのセダンというチームでプレーをしています。そして再三名前が出ます11番のエルアジ・ウセイノ・ディウフは20歳、182センチ74キロ。このディウフ選手が地元のランスのプレーヤー、しかもランスの今の中心プレーヤーの一人なんですよね。そうですね、チームでも点取ってますね、ディウフは、はい。現在フランスリーグで得点ランキングの第7位、チームでは一番得点を取っています。こちらのお客さんがやっぱり今日スタジアムに来てずっと言ってたのは、はい、ディーフディーフって言ってましたね、みんな。あそうですか、はい、まあ、地元 の, ファンの方も、はい、今日は
何名かね、何人か応援に来てくださってみたいですけど、はい、やっぱりディーフディーフって言ってますよね。それから今太鼓の音がお耳に届いてるかもしれませんけども、こちらのスタジアムでそのセネガルの応援団が太鼓でまあ応援を繰り広げています。左サイドにボールが出まして、この位置は中田浩二か、前に出して左サイド奥です。奥から一旦後ろ、5番の稲本前に出します。いい上がりです。チャンスですね。チャンスになる。低いボール入った。藤本です。藤本にはやはり今のような動き期待したいですよね。そうですね。特にあの高原と鈴木がやっぱりこう戻ってきてね、はい、ポストプレーをする、はい、しかしそこにボールが出なくて戻ってできたスペースに飛び出す動きっていうのは昨日もやっぱり藤本多くやってましたんでね、あのエンドのところで攻撃の起点を作ってくれたらね、押し上げもスムーズだと思うんですよね、はい、キッカーは奥です。左からのコーナーキック、これが最初のコーナーキックです。日本代表、あーとちょっとバランスを崩した。ヘディングでのクリア、これは走り込んでそのまま狙いません。一旦右の鈴木孝之、カマラのスライディングです。マディガにはボールは通らない。それからあのセネガルは見ていましてね、はい、あのフランス人のブルーノ・メツ監督が指揮を取るわけなんですけども、はい、非常に練習見てても組織だった練習してますよね。そうですね、まあ、今ほとんどこう世界的にはね、そんな練習方法にしかないと思いますけど、はい、あのそうでしたね、はい、この人がウセイロ・ディウフ。今16番のアラサン・エンドゥールが上がっていきます。エンドゥールはディフェンス、システムとしては 4-4-2 を採用しているわけですね。そうですね。これはオフサイドがありました。このチームは平均年齢相当若いと思うんですけど ね、 若いですね。あのディフェンスラインに5番のディオップいますが、はい、まあ、彼相当強いセンターバックなんですけど、はい、彼以外はほとんど20歳とかね。そうですね、20代の前半ですよね、そこぐらいでいいんじゃないですかね、はい、ご覧のように高い位置では2トップ、この位置に稲本です。稲本から後ろに戻して中田浩二、あーとこれはディオフが取る、ディオフが取る、日本がピッチになった、1人かわした、右足のシュート、いやー鈴木よく守りました、よく触りましたね。これが代表2試合目、鈴木亮太、シュートは11番のディオフです。あまあこれはディフェンスラインのパスミスからですからね、あそこまで行かれたらしょうがないですけど、続きがよく防ぎましたよ、はい、今度はセネガルの最初のコーナーキックです。キッカーはパディガ、高いボール、ヘディング強い、これが強い、あの今のはディフェンスラインの16番のエンドールなんですが、はい、彼はやっぱりリスタートの時のジャンプ力はもう半端じゃなかったですよ、昨日見てたら。そうですか、はい、今のもエンドールに合わせてきてるわけですから、まあ、その辺はきっちりマークしてると思いますけど、ある程度ボールと体の方にもね、はい、あの行かないと打点がちょっと違いますね。あ、違いますね、はい、185cm 80kg、 アラサン・エンドゥールは19歳です。フランスのサンテチエンヌでプレーをしています。1回大きく後ろに戻します。日本決定的な、まあ、ピンチの場面があったんですが、鈴木亮太がよく守りました。鈴木はあのブラジル戦コパ、コンフェデのブラジル戦以来ですよね。そうですね、ということになりますよね。わっと15番のサリフ・ディアオです。倒されましたのが奥、今日はあの小野が先発するかなと思ったんですけど、奥できましたね。そうですね、僕は昨日の練習の中で、はい、今日はスタメンになってませんけど、小野、はい、柳沢、はい、彼らのコンディションは見ててよかったですよ。あ、そうですか、はい、気持ちも乗ってましたね。だからスタメンで来るかなと思ったんですけどね、はい、ちょっと怪我のことも小野の場合はありますから、はい、おっとこれはいいところに入りましたが、高原、このボールは15番のサリフ・ディアオです。そして右サイド22番のエンディアイが行きました。カバーリングマスター、いいプレーですね今のは。この位置に戸田が一旦後ろに戻して、4番のキャプテンの森岡です。左サイドの奥へ、奥がドリブル、エンディアイが戻っている、後ろに取った、ね、後ろに取った、キーパーが出ます。まあ、今日はどちらかというと日本は左サイドが攻撃の起点になると思うんですけどね、はい、やはり奥のキープ力を生かしてね、
キープして、おっと、ああ、これは抜けてきました、ディーフですが、ファールです。まあ、早く左で作って右サイドに持ってきて、スペースのあるうちに鳩のスピードを利用したいところですけどね。しかし今見てましてもやはり強いですね、そうですね、セネガルはね、はい、ただね、カメルーンやナイジェリアほどじゃないと思います。そうですか、あとは組織力でいうと日本のが多分上でしょうから。そうでしょうね。あとは時差がありますしね、日本の場合は、はいはい、そこの部分と、最初にも申し上げたんですけど、やはりフランスでほとんどプレーしているセネガルの選手たちはね、はい、コンディション的にはいいでしょうから、もう地元ですよね、はい、完全にね、まあ、ご存知のようにセネガルというのは昔はフランス領でして、公用語はフランス語です。従いましてこの代表チームの9割以上の選手はフランスでプレーしている、あるいはフランスでプレーしたことがある選手です。11番が先ほどから名前が出ますエルアジ・セイノ・ディオフ、182センチ74キロ、地元ランスの中心プレーヤー。この15番がサリフ・ディアオです。ディアオから前に出ましたアンリ・カマラ、カマラからオマール・ダフが上がっていこうというところですが、カマラ戸田がプレーを遅らせました。そのカマラにボールが出る、ワンツーとつないで、このボールヘディング、この位置には戸田、このボールをまた奪う7番のカマラ、ヒールで出す、マクタル・エンディアイにはボールが通りませんでした。向こう側のタッチを割りまして、ボールは日本ボールです。ここまではまず互角といったところでしょう。一度、まあ、日本のパスミスから決定的なチャンスがセネガルに訪れましたが、ゴールキーパーの都筑リオータが非常にいいプレーを見せました。ファインプレーでしたね。逆サイドです。この位置には高原を越えて奥、これは倒れましたがホイッスルが鳴りました。セネガルがですね、ボールでの、はい、まあ、プレーですね、ボールのあるところのプレーでかなり激しくいってますよね。そうですね、まあ、1対1の激しさっていうのは多分ワールドカップ出てくるチームはね、かなり特に中盤なんか激しいと思いますけど、はい、まあ、だいぶそのプレッシャーに負けないように日本の選手はキープも展開もできるようになりましたよね。そうですね、本当にそうですね。今日は立ち合いから見て非常に中盤のツートップ下やってる藤本の動きがね、はい、やっぱり前線の2人を追い越す、はい、あるいは2人に横に並んだスペースに飛び出していく、はい、こういう動きが頻繁に今出てきてるんで、セネガルの中盤の選手あるいはディフェンスのラインがちょっと混乱してますよね。あ、そうですか、はい、それで逆に藤本をおとりしながらサイドに起点を作ってるっていう展開が日本はいいですよ。はい、ドリブルで行くマクタル・エンディアイ、カマラにボールが通りました。ラストパスを上げる、待ちから出てくるヘディングのクリア、このこぼれたところエルアジサールのシュート、左足、ちょっと今は都筑も反応できませんでしたね。強烈なシュート、3番のこのエルアジサールです。あー、ボールドライブがかかってます。そうですね、都筑は多分上を越したなという判断でしたからね。そういう判断でしたね。しかし、まあ、アフリカのチームはよく言われることですけども、その身体能力、アスリート能力の高さ、はい、そういうところは先ほど、まあ、カメルーン、ナイジェリアほどではないんではないかと、それは身体能力という部分でだけではないですか、その技術とかを含めてですか。そうですね、フィジカルとかも含めてですね。あとオフサイですよ。これはオフサイドはない、オフサイドはない、カメラのシュート、今のは多分オフサイだとは思いますけどね。コーナーキックになりました。しかし、ちょっとしたミスっていうのは怖いですね。はい、やっぱり1対1の局面、クルサイドだと一番怖いですよね。怖いですよね。キッカーはファリガです。これはキーパー直接行きました。10番のカリル・ファディガはベルギーの市民権も持っていまして、ベルギー代表としての選択もあったと聞いていますが、結局セネガルを選びました。スローインはセネガル、ボールを入れるのが16番のアラサン・エンドゥールです。このエンドゥールがどうやら左のサイドバック、真ん中にマリク・ディオップとそれからラミン・ディアッタがいます。ハトが上がっていきます。ハトのボール、ボールなんですけどね、ちょっと入りすぎましたね。入りすぎましたね。大きく左サイドへボールを展開します。
森岡がこれはきちんと守っていました。このボールを取られます。ハディガが行く、ハディガが行く、ハディガの突進、ペナルティーエリアの中に入る。稲本がマークに行きます。稲本のマーク、これはよく取った。いいディフェンスです。日本人として初めてチャンピオンズリーグのピッチに立ちました。シャルケ戦、稲本、金田さん、はい、あの時の稲本、本当に緊張感がこう伝わってくるような、ちょっと顔が赤かったような感じでしたけどね。僕はね、この選手何も緊張感ないなっていうぐらいの顔に映ったんですけどね。あ、そうですか。あ、そうですか。まあ、なんともなくピッチに立ってるなっていう、いい意味でのずぶそさをね、あ、そうですか、はい、また見たなという印象だったんですけど、まあ本人に聞いてないと分かりませんけどね。あ、なるほど。カマラ、カマラ、低いスペース抜けていく、返した、スルー、ハートのクリアです。しかしあの狭いスペースをうまく抜けていきます。意外にね、パワープレーは少ないチームですよ、セネガルは。昨日の練習見ても本当に細かいパスで結構つないできてたシーンがね、ありましたからね、だいぶ。16番いきますが、エンドールがいきます。ハディガです。マークに松田、エンドールいった、かました、ラストパス送る、ヘディングシュート、危ないところでしたが、ウサイのディーフ、シュートは外れました。今は中盤、ちょうど向こうサイドで2番のオマールダフが倒れています。高原と握手をして、高原が抱き起こしました。高原もようやくアルゼンチンリーグで得点取りました。そうですね、ラルーズ戦ですか、ボカに移籍して、まあ、ちょうど6点取ったわけですけど、その6点目を取ってね、そうですよね。あの時は本当にあのスタジアムのファンとね、ベンチ、それからビアンチ監督全員に受け入れられた瞬間見ましたよ。本当にそうでしたね。本当にそうでした。ちょっとリケルメと合わないでね、なかなかね、パスが回ってこなかったんですけど、そのゲームの時には高原を生かそうっていうのがチームの中に出てきましたからね。本当にそうですね。まあこれはもう高原の気持ちの上でも全然違うでしょう。一生忘れないゴールだったと思いますね。はい、その高原と鈴木隆之の2トップ、この高原鈴木隆之というのは初めてのコンビになります。初めてですね。ここら辺 の、 その金田さん、はい、フィリップ・トルシエ監督の意図というのはどういうふうに思いますか。そうですね、まあ、コンビネーションというのはまだ試したことがないわけですけど、はい、お互いに個の良さを持ってますよね、はい、で1人でいけるタイプを2人揃えたといったところにね、コンビネーションよりもやっぱり2人でこう局面は、1対1だったら突破してこいというような、はい、そんな感じの2トップの組み合わせに見えますけどね。なるほどね。まあ、その下に藤本がいます、はい、今もオフサイドになりましたけど、かなり運動量多いですよ、どんどん飛び出してますよ、積極的にね。まあ、本当にこの藤本にしてはここが本当の意味でのまあテストの場だし、ここでいい形を残せば、いい結果を残せば、2002年も見えてくるわけですよね。そうなんですよ。だから今日はもう何としても点取って阿波踊り見せてほしいですよね本当にそうですね。フランスで阿波踊りが見たい藤本です。エルハジサールが行きます。左へ出ました、アンリカマラ、カマラ、低いボールが入った、倒されている。ああ、最後までシュートを狙っていく。アンリカマラのすごいスライディング、諦めません。いや、しかしカマラとディーフはいいですね。カマラ、ディーフ、いい選手ですよね。鈴木隆之、そして藤本です。高原、稲本、高原のワールドランキングが日本が28位、そしてセネガルが69位、ランキング的には日本が上です。しかしここまでのチャンスの数は完全にセネガルが上回っています。エルハジサール、低いボール入った、デューフ、デューフのフェイント、左にはカマラがいるが、そのカマラにボールが出る、中を見ます、切り返します、低いボールが入りました。まあ、ここまで流れの中でチャンスを作っているのは11番のディーフなんですけど、はい、本当にまあの味方の選手のフォローをしてきた時とかですね、自分が持っている時に追い越す選手を簡単に使うんですよ、いいタイミングで、いいタイミングで、強引さというのも持ってますし、もちろん得点力もあるんでしょうけど、はい、人を使うのがうまい、だから僕はもうベテランなんだなと思ったんですけどね。稲本が行くが倒れた、ホイッスルが鳴りました。稲本がいい形でオーバーラップして上がっていきました。今日稲本これが初めての攻撃ラインへの顔見せというところではないでしょうか。今までは中盤である程度相手に
取られてましたんでね、はい、支配されてましたんでなかなか戸田稲本が上がってくるチャンスがありませんでしたけどね、まあこういうリスタートね大事にしてほしいですよね。そうですね。さあこれは誰が蹴る、やはり藤本がどうやら蹴るようです。左サイドに中田浩二が上がっています。中田浩二が左サイドでフリーになっていますが、その中田浩二にボールが出ました。あーとオフサイドか。それではピッチサイドでリポートをしてくれています三瓶記者に試合前の様子などを含めて聞いてみたいと思いますが、三瓶さん、はい、下の様子はいかがですか。はい、まあ、試合前の日本代表特集監督ですが、はい、やはり大事な真剣勝負を前に、ノーコメントでした。あ、そうですか。しかし昨日の会見でも言っていたように、はい、特にこのアフリカがよく止めた。よく止めました。鈴木亮太よく止めました。これは本当に際どいところでした。高原監督決まってましたよ、はい、アンリカマラのプレー。三部さんすいません、どうぞ続けてください、はい、今あったシーンのようにアフリカ独特の個人技ですとか、スピードといったものをやはり警戒していて、そこをどう抑えて自分たちのサッカーをするかと、こういうふうにトルシエ監督は語っていました、はい。一方のセネガルのエースストライカーディフ選手なんですが、はい、自分は日本は自分が尊敬するチームなんで、対戦できて嬉しいし、勝ってセネガルの人たちも、喜びを与えたいと、こういうふうに語ってました、はい。あ、そうですか。またよろしくお願いします、はい。いや確かにトルシエ監督会見でですね、はい、アフリカのチームというのはその身体的能力、それから個人技、オリジナリティ、はい、そのあたりが非常に優れたものがあるんで、あ、これもまたチャンスになるか。シュートフェイント、センタリングのフェイントが入ります。そのあたりのところをコントロールするのが課題であるというふうに話していました、はい。縦へ出します。鈴木です。藤本にボールを預けました。藤本が周りを見る。逆サイドの鳩の上がりがちょっと遅いか。これ戸田です。稲本、そして戸田、戸田からもう一度右サイドの松田へ。松田がこの位置、相手陣内から入りました。裏にボールを通そうというところ、ヘディングでこぼれます。このボール絡んでいこうという藤本、スライディングが来た。藤本ボールを置き運ばれています。すごいスライディングでしたけどね。気持ち入ってますね。気持ちいい、いいカットですね。いいカットです。このボールは松田がつなぐ。稲本、いいところ見たがオフサイド。オフサイドです。この辺りのタイミングも本当に微妙なところなんですが、ちょっとずれています。セネガルのライン、ディフェンスのラインコントロールというのはどうご覧になってます、ここまで見て。そうですね、まあ、あんまりこう危険なシーンを日本に作られてませんから、問題ないと思いますけどね、はい。やっぱりあとは藤本がどんどん上がっていきますんでね、その辺を中盤のそこのディアをサーレ、はい、その辺がねどっちがついていくのか、あるいはディフェンスラインに任すのかね、はい、その辺だと思うんですけどね、はい。21番の鳩です。牛からいったファリ、牛からかなり荒っぽくいきますが、カリル・ファディガです。カリル・ファディガは25歳、183センチ、77キロ、フランスのオーゼールでプレーをしています。また一段と太鼓の音が大きくなってまいりました。シュタッド・フェリックス・ボラール、左サイドにボールが出て奥です。奥のドリブル、得意のドリブルでいきますが、2人のマークに合いまして、ボールはセネガルボールのスローイン。15番がサリフ・ディアオ、サリフ・ディアオとエルアジ・サールがボランチのを務めています。この2人なかなか効いてますね。効いてますね。え、昨日も見ててうまかったですよ。あ、そうですか。ディアオもサーレも、はい、しかも2人攻撃の時には必ずどっちか顔出してますもんね。そうですね。日本としてはなかなかまだ形が作れていません。一方日本のミスから。そうなんですよ、セネガルがビルドアップしてね攻めてきてるわけではないです。はい、だから中盤でねイージーなミスで相手にゴールを奪われたところから、はい、この力でやっぱり突破されてますんでね、そのあたりのところがやはり
ある意味課題なんでしょうね。そうですね、簡単にボールを失わないっていうことがね、本当に大事になってきますからね、ワールドカップになってくると。はい、共にフランス人監督、左がブルーノ・メッツ、右がフィリップ・トルシエ。トルシエ監督はかなり何か声を出しているようです。ここも怖いシーンを迎えました。セネガルのフリーキック、壁を作ります日本代表。直接もちろん狙える、ファディガでしょう。ファディガが狙いますが、これは浮かしてしまいました。ファディガ浮かしました。しかし日本苦しい場面が続いています。前半25分を経過しました。両チーム得点がありません。日本がセネガル陣内に入って攻め込んでいます。右のオープンスペース、藤本がいい位置に出てきています。かわした、かわそうというところ、ファディガが体を入れました。倒れまして、これは藤本のファール。それはないよというふうにアピールしています藤本。あの辺はね、ゴール前につながるシーンですから、どんどん仕掛けていいと思いますけどね、はい、やっぱり1対1っていうのはちょっとこう間合い詰められてくると、相手の懐リーチがすごく長いですからね。今のも簡単に取れたように見えましたけど、やっぱり J リーグではなかなかああいうシーンはね、ないと思うんですよ、藤本がああいうふうに簡単に取られるっていうのはないと思いますから。そうですよね、まあ、そういう意味でもアフリカのそういう選手たちとね、やっておくっていうのは貴重な財産になると思いますしね。本当にそうですね、まあ、このところあのワールドユース、それからアンダーセブンティーン、はい、この辺りでアフリカ勢にちょっと負けている部分があるんで ね、そういったその日本のサッカーがアフリカに、アフリカ勢に果たしてどこら辺が通じてどこら辺が通じないのか、それはやはりある部分、共通した部分があるんじゃないかと思うんですよね。そうですね、お互いにいいところを持ってるわけですからね、はい、相手のいいところを消しながら自分たちのいいところを出していくんで、これは相手も考えることですけど、そういうことが一番大事になってきますね、はい、いやしかし中盤でのプレッシングもセネガルなかなかよく整備されています。普段よりはボールを受けるタイミングっていうのがね、一人一人が時間かかってるんで、はい、出どころを狙われてますよね、狙われてますね。特にディアをサーレ、この辺のボランチの選手にすごく狙われてるんですけど、はい、もう少し取られないこととか、パスの距離を変えるとかね、はい、そういったところが今の日本は必要ですね、はい、壁の位置を修正されます日本。壁には藤本と高原が入っています。レインを上げました。これはオフサイドです。これは完全に罠にはまりました。セネガル代表ディウフ、やはり今金田さんからお話ありましたように、こういう流れの時にまあテンポを変える、あるいはリズムを変える、そういったプレイヤーが今この局面にいるイレブンの中では誰がやらなきゃいけないでしょう。全員だと思いますね。全員ですか、はい、やっぱりこういう状況の中で非常にミスパスが多い、パスが回らない、相手に攻められてるといった時に、11人が全員同時にピッチで感じてね、はい、修正するプレーっていうのをやっぱりやっていかなきゃいけないと思いますよ。その時に修正する、選択肢っていうのは共通理解として持ってるかっていうのがすごく大事になってくると思いますよね。なるほどね、ラインをかなり上げてきていますが、これはオフサイドがない、オフサイドがない、こういうシーンは怖いところです。金田さん、今みたいなシーン本当に過去にやられた例たくさんありますもんね、はい、あのディーフもカマラも頭いいですね。ああそうですか、はい、このボールを取ったファディガ、左サイドカマラが空いています。カマラがじっくり中を見る、右利きでヘディングシュート、速いボール、ヘディングシュートは浮かせましたディーフ。まあ、今のはもうディーフもカマラがシュートを狙ってきたんでね、必ずシュートのこぼれっていう感じだけだったと思います。反応できませんでしたけど、飛び込めないし、ちょっとカマラがペナルティエリア入った時には厳しいですね、厳しいですね、入れないことですよ、供給先でもう少しいいプレスをかけてボールを奪っていかないとね、はい、このほとんどディーフとカマラにやられてるだけですから。そうなんですよね、本当にそうですね。先ほどから話に出てる個人能力ですよね、はい、ボールの支配率は少しセネガルが上回っている、そんな感じがします。入ってきました16番のエンドゥールだ。ディーフが回り込む、ディーフ回り込む、うまい、エンディアイに出る、低いボールが入った、触っている、シュート、これも防いだ、戸田のクリア、マクタルエンディアイのセンタリング、
左サイドに出ましてマリック・ディオップです。ディフェンスのディオップが上がっていきます。ディオップがそのまま上がっていく。アンリカバラまでボールは通りません。5番のディフェンスの中心メンバー、昨年のアフリカ選手権、これは今のシーンですが、いやしかし今日鈴木がいいプレー見せてますから ね、 いいね。まあここまで2点防いでますし、本当にそうですね。決定的なチャンスを2度防ぎました鈴木亮太。末のディフからこの位置には、うわあれバックか、もう抜けてるシーンですよね、非常に。あと今松田とファディガが少しやり合っていますが、今のはアンリカマラのこのシュートです。ここまで腰が入ります。瞬間のスピードっていうのはやっぱりすごいですね。早いですね。あ、今どうやらファディガとそれから松田も呼ばれます。松田も呼ばれます。インターナショナル A マッチ、日本は今年に入りましてこれが11回目の代表ゲーム。ここは握手をしまして両者分かれます。会場スタジアムからは握手が起こりました。まあ国際親善試合ではありますけども、もうワールドカップに向けてこの両チームはワールドカップ出るわけですから、本当に準備そしてテストの段階に入っています。リューフ周り囲まれた、稲本これはファウルだ。稲本がかなり激しくいきました。まあ稲本の良さでもありますしね、はい、あそこでグッと腰をつけられるっていうかね、はい、ケツで飛ばしますからね。いや今行きましたね。左のどうやらすねの横あたりを押さえていますが立ち上がりました。そして稲本が行って軽く肩を抱きました。伊勢井のディープこれもふわっと浮かせてヘディングは増田が勝った。ハートが大きくクリアしますがこのボールが繋がらない。エンドゥールが行きます。エンドゥールの長い足、この位置にファディガ、ファディガ抜いた、股間を抜いていく、ハートが倒します。すぐにボールを展開、右サイド、この位置にはサリフ・ディアオ、そしてオマール・ダフです。オマール・ダフからムクタル・エンディアイ、エンディアイからまたサリフ・ディアオに通ります。向こう側のタッチに出ましてボールはセネガルボールです。ディウフ、マクタル・エンディアイ、アンリ・カマラ、カマラペナルティーエリアの中、カマラ繰り返す、ここはよくつきました。いや失礼、戸田です。クリアしますがこのボール、ディウフ、ディウフ切り返す、中にボールを入れる、このこぼれたところ藤本がつなぎたいところですが鈴木にはボールが通りませんでした。ファディガ、鈴木ヒールで戻します。後が前に出す、しかし高原一人ですがここにボールが通らない。この位置に稲本、マークに行くのが15番のサリフ・ディアオです。大きく前方へフィードします。マークに行くマリク・ディオップ、このボールはゴールラインを割りました。セネガルボールのゴールキックとなります。前半は32分、まもなく33分になるところ、両チーム得点がありませんが決定的なチャンスはセネガルが作っています。ゴールキーパーはトニー・シルバ、ワールドカップの予選は4試合に出場していますトニーシルバー。この位置にエルハジサール、エルハジサールから大きく後ろオープンスペースに上がっていく、アンリカメラだ、アンリカメラが行く、アンリカメラが行く、ワットラップした、切り返す、中を見る、ラスパスを送る、マクタルエンディアイ、エンディアイからカマラ、後ろに戻しましたサリフディアオ、ボールを上げますがオフサイドです。これはオフサイドです。今あのディフェンスがですね、日本のフラット3がかなり高く前にポジションを上げたんですが、その裏が怖いでしたね。そうですね、供給先っていうところにきちんとプレスがかかってないと難しい局面なんですが、はい、相当ね研究してますねセネガルも、特にフォワードのディーフ・カマラ、はい、やたらに飛び出していくんじゃなくて必ず日本のラインを見ながら、あそこから飛び出してますよ。はい、そのディーフ、ヒールでのうまいパスです。ディーフがボールをキープします。稲本がマークに行く、ディーフがかわす、また稲本、
激しくぶつかっていきました。この 16番がエンドゥール、エンドゥールからエルハサール、あー稲本、しかし稲本ファール。すぐにボールを展開しようというカリル・ファディガですが、ハトがなんとかこのプレーは防ぎました。これは今のは稲本のプレー。エルアジサール裏に出そうというところ、奥がボールをつないで、さあこれは日本チャンスになりません。胸でワントラップ、稲本左サイドへ展開する、あ高原の頭に合いませんでした。向こう側のタッチを割ります。だんだんとですね、奥と鳩がポジションがかなり下がってきてるのがちょっと気になるんですよね。ずっと下がってますね。中盤でやっぱりイージーなミスでボールを奪われるシーンが多いんで、彼らもいい形でね、日本の選手が前を向いてる時に上がれればいいんですけど、そういうシーンがなかなかないんで、はい、彼らも上がれないんですよね。なるほどね。したがって前がちょっと孤立しちゃってるというかね。そうです、中盤とやっぱり前線っていうのがちょっと間延びしてるというか、はい、だいぶ空いてますよね。そうですね。中田浩二向こう側クリア、結局両サイドがディフェンスラインに吸収されることによって、本来中盤5人かけてるところを3人になってるわけですよ ね、 ですよね。相手は4人がうまくこうボールを回しきてるんで、もうそこで数的優位を作られます。これは3号にやってる時には非常にまずい形ですよ。はい、トラップした、ヒールパス取った、左へシュート、ゴールキックに変わります。日本危ないシーンでした。前半36分、日本がコーナーキックのチャンスを得ました。これも藤本の突破がありました。25番の藤本、左からのコーナーキックです。低いボール、日本のスローインか。単純にですね、高いボールだとやはりセネガルディフェンスはジャンプ力もありますし、はい、それからヘディング強いですからね、なかなか難しいですね。センター特に強いですからね。奥低いボールが入りますが、これはまたコーナーキックです。まあ地道にこういうところでね、はい、相手のゴール前でリスタートを稼いでいって、はい、そこからやっぱりシュートで終わるシーンを作れば、サッカーというスポーツは一気にこのゲーム感覚がね、リズムが変わってくるスポーツですから、はい、フィニッシュがないですよね。そうなんですよ、持ってけてないってこともあるんですけど、フィニッシュが本当ないんですよ、はい、フィニッシュがあればチーム全体が勇気づけられますからね、はい、ショートコーナーです。逆サイドハト見てますよ。中田浩二がいった、大きいボールが、ね、ヘディングが腕でワントラップ、鈴木孝之がいます。ハト、ハト勝負、低いボール入った、ヘディングでクリア、クリアしたのはエンドゥール。今のは中田浩二から大きなサイドチャンジ、今は鳩勝負に行きましたね。そうですね、いいんじゃないですか。いいですね。その鳩へ、鳩が頑張る。ボールはセネガルボールのスローインです。放送席久保田さん、はいどうぞ。日本チームなんですが、はい、柳沢選手、服部選手、伊藤選手の3人がアップを開始しました。ああそうですか。タッチライン沿い、ハトが前に出す。このボールは16番の中田浩二、中田浩二が逆サイドを埋めています。このヘディング競ったところですが、エンドゥールが倒れています。前に送りますが、そのまま棒出した方がいいですね。ここは止めましたね、レフリーが止めました。多分エンドゥールは鈴木と競り合った時にちょっとね打ってますんで、はい、もしかしたら切れてるかもしれませんよ。ドクターが入っていきます。西澤、そして福西、七海がいます。一部ではですね、七海は帰国するとかいうような話もあったんですが、今日はベンチに座っています。5月に右膝の半月板を手術しました。まあ今一つ回復という面では思わしくなく、今回は練習にも参加しておりませんで、ホテルで、まあ、別メニューでトレーニングをしていたという話を聞いています。そして福西です。そしてボルトンで、まあ、なかなか出番がありません西澤。まあ西澤もあれですよね、はい、本当に
もう出たくて出たくてしょうがないという気持ちはね、そうでしょう、ね、出た時に与えてもらったチャンスを生かすしかないんですけど、まあ、プレミアリーグに出たいですよね。ワージントンカップでは1点取りましたけど ね、 ありましたけどね、それは貴重に貴重な点だったわけですよね、チームにとっては。はいはい、今日も残念ながら、まあ、ベンチスタートとなりました西澤。バックラインでボールをつなぎます。裏を狙っていく、2人ちょっとかぶった、藤本と鈴木がちょっと方向がかぶってしまいました。大きく右サイド、鈴木がボールに絡んでいこうというところ、このボール鈴木が確保します。あ、足が後ろから足が出ます。あの金田さん、今日はあの、はい、高原鈴木のところにどうしてもいい形でボールが入りませんよね。そうですね、まだやっぱり初めて組んでるんでね、はい、なかなかそのお互いの動きっていうのがちょっとわからないとか遠慮し合ってるっていう部分もね、はい、見受けられると思いますけど、はい、あと藤本の飛び出しっていうのがだん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 速くなってきてですね、ちょっと2人がこう動き出すところに、藤本が早めに入りすぎてるっていうシーンもね、ちょっとこう見受けられるんですけど、このあたりコンビネーションの問題ですね。そうですね、もう張り切ってるから、そうですね、藤本はしょうがないと思いますけど、はい、これはいいところにボールが出た、ヘディングで落とす、前に上がってこようというところ、奥クリアしました、マリク・ディオップです。こういうプレーが怖い、セネガル右サイド出る、マクタル・エンディアイハーフウェイラインを越えました、マークに行くとだ、後ろでヒールでボールを回すオマール・ダフから15番のディアゴです。いいですよ、いい取り方しましたよ。これは高原、高原から後ろ奥がいます。そして鳩が上がってきましたが、エンドゥール、やっぱりね吸収されすぎてるんで、あそこへ出る時間がすごくかかってるし、そうなんですよね、出たとしても長い距離走らなきゃいけないんですよ、その辺がちょっとねバランス悪いですかね。さあ、そして逆に一旦後ろにボールを戻します、リーフです。カマラが開いているが、リーフが持ち込んでいこうというところ、森岡、そして松田、この2人でボールを取り返しました。前半も42分を過ぎまして3分を切っています。エンドゥール行く、エンドゥールに絡んでいきましたのが藤本です。これは先ほど2人でよくボールを取り返しました。リーフ、エルハジサール、中田、この位置に奥です。藤本がスーッと前に来るところ、倒れた高原、これはホイッスルなし。サリフ・ディアオ、マクタル・エンディアイ、ディアオが行く、アンニ・カマラ、アンニ・カマララストパスを出す、ハトがセンター、こぼれている、左シュート、いやー、よくコースに松田行きましたけどね。ただ日本はゴール前で6人で守ってるんですけど、相手は3人で崩していきますね。そうなんですよ、ファディガのこの強烈なシュート、怖い時間帯に入っています。まあ、ここはなんとかしのいでね、ちょっとリズムをハーフタイム、トルシェ監督のアドバイスによって、あるいはメンバー交代によって変えたいですね。はい、キッカーはマクタル・エンディアイ、高いボールが入った、これはそのままこぼれていきます、ゴールラインを割りました。しかし、あのコーナーキックを見てますと、必ずエンドゥールにこう合わせていきますね。はい、もう彼が普通にしてたら多分ほとんど勝ってるんでしょう。あ、はい、これは先ほどのアンリカバラ、これもいいとこ、ディーフは見てね、落としたところ、ファディが見てますよね。あ、よく見てます、はい、そしてこのシュート、いやー、松田もよくコースに入りました。エンドゥールが縦に送ってカマラです。カマラのトラップ、ハトが行く、カマラが行く、カマラからディーフ、ディーフから右サイド、これは合いませんでしたが、裏を狙っていきました、スルーパスを出しました、ウセイのディーフ。金田さんからお話もありましたが、ディーフ、カマラ、そして右サイドはエンディアイ、左からはファディガ、はい、この本当に3人ないし4人の、まあ、個人技といいますか、オリジナリティですよね。はい、もう2人の個の力ですよね、リーフ、カマラ、それプラス
パディガぐらいでしょう。あと1人ね、右のフェイが上がってきて3人でね、1人で 2,3 人ずれて突破しますからね。日本のディフェンスのアプローチはどうですか。ちょっと遅いってことはないですか。それはないですか。ないと思いますけど、はい、前に入れないっていうね、前に抜かれたら。ああなるほど。さあオーバーラップするのがサリオディアウだが、これをかわしてディーフが行きます。ここは体を入れました。中田浩二、今はですね、はい、フラット3のラインを上げてるんですが、はい、やっぱり中盤から相手のプレイヤーにボールを蹴られるときに、スピードがあるから早めに引くんですよ。あなるほど。だから足元で今キープされてるんです。なるほど、ね、逆に、はい、ロスタイムは1分という表示です。あっとこれも危ないところ、ちょっと手を使ったように見えましたが、ディーフ、マクタル・エンディアが来る。そのディーフ、中田浩二がマーク、ようやく奥が行った。後ろに戻そうというところですが、サリフ・ディアを藤本がこの位置まで戻ってきています。藤本が上がるが、縦に1本出しますが、これはダメです。結局今藤本がいいディフェンスをして、はい、ワンドリブルした時に、後ろのラインも前のラインも、藤本のパスコートはない、パスコースがないんですよ。そうなんですよね。そこにやっぱり奪った瞬間にパスコースを作ってあげる動きをみんながしていかないとね。ここで前半が終了です。前半終了して両チームとも得点がありません。しかし決定的なチャンスはセネガルが勝っていました。前半を終了しています。ここで果たして、まあ、日本がそのリズムあるいはテンポをどうやって変えてくるか。エンジンを組みます日本代表、青のユニフォーム、フィリップ・トルシエ監督はベンチのメンバーをどう使っていくか、これもまあこの試合のテーマであるというふうに話していました。あの試合こちらに来る前に記者会見の時にミニラボ実験室だと、はい、そういうような発言もあったわけですけども、まあ、これも一つの実験なんでしょうか。思い切って一気に、まあ、いつもですと伊藤をトップしたというのはあんまりないですけどもね。そうですね、これはちょっとゲーム始まってみないと分かりませんけど、はい、どちらかというと戸田伊藤っていうのが、ボランチで組んでますしね、はい、さあ後半が始まりました。エンドが変わります。右から左に攻める日本、左から右に攻める白のユニフォームセネガルです。前方へフィードしようというところ、ここで稲本が絡んでいきます。稲本がボールを取った、伊藤にボールを出す。しかし前には柳沢一人ですが、ようやく鈴木が横に行く。左サイドにボールが出ました。稲本がこの位置まで上がってきています。柱に沿いです。低いボールが入った、スルーした、チャンスですよ、スルー、シュート狙った、こぼれた、ゴール前合わせられませんでした柳沢。しかし日本いい形、この試合最初のシュート伊藤が放しました。あ、今いい形になりましたね。そうでしたね、あの後半はやっぱり伊藤を入れて、はい、かなり高い位置に稲本がポジションを取ってるみたいですけどね、まあ、彼の展開力、今のも左サイドから強烈な、ね、はい、パスで相手のディフェンスの前を通したボールでしたけどね、はい、シュートまで行きましたね、はい、左側のタッチライン沿い上がっていこうというところ、どうやら13番のラフィアったか、いや3番のエルハジサールです。向こう側のタッチを割りまして、これがコーナーキックになります。この伊藤のシュート、いいシュートでしたけどね、これ稲本が詰めてたんですよね。あ、これ稲本ですか。柳沢か稲本だと思うんですけど、柳沢ですね。あ、柳沢ですね、はい、チャンスです。セネガル、低いボールが入った、ヘディングでのクリア、マクタル・エンディアイ、これもボールが入ってゴール前です。後ろこぼすか、シュート右足、怖いところでした。まださらに奥から狙っていこうというところ、このボールを取って稲本、稲本が上がります。柳沢がスペースを作る動き、その稲本ですがボールを取られました。サリフ・ディアオです。15番のサリフ・ディアオ、1人選手が倒れています。5番のマリック・ディオップが倒れていまして、ここでボールを出しました。あ、足首のあたりを押さえています。すぐに立ち上がりまして、ブルーノ・メツ監督が控えの選手を呼びました。このマリック・ディオップ選手は昨年のアフリカ選手権の時のキャプテン、まあ、非常に精神的にチームを引っ張っているというふうに言われています。マリック・ディオップ、やっぱ怪我はね、ワールドカップに向けてお互いにこう大事な選手を抱えているんで、してほしくないですよね、そうですね。さ
このボールを服部が大きくセネガル陣内に返しました。やはりポジションとしては服部が中田浩二の後に入り、そして伊藤がやや右サイドに張り出すような形。これ形としてどうなんですか。いや、トリプルボランチみたいになってるんですか。3人揃えてますけど、前半よりは稲本がだいぶ高めにポジション取ってますね。あ、そうですか、はい、柳沢と伊藤合いませんでした。エンドゥール、鈴木が狙っていきます。ゴールキーパーのトニーシルバ、向こう側のタッチにボールを受け出しました。球のさばきがここら辺のところはだいぶ早くなってきました日本。あと、これは面白いところだったんですが、カメルーン戦ではあれを鈴木がね、決めましたからね、今のパスを出したのは服部ですけど、カメルーン戦の時は中田浩二でしたけどね、今の狙いは当然そこに狙ってましたね、はい、松田です。この位置に戸田がいます。あ、確かに、あの金田さんのおっしゃる通り、この位置に稲本です。逆サイド見た、いいですよ、いいところです。伊藤が走り込む、伊藤が走り込む、ラストバスを出した、あっと誰もいない、合わなかった。今柳沢がいい動きを見せたんですが、その裏いませんでした。ディーフ、森岡が行く。このディーフがボールをキープしてオマール・ダフへ、オマール・ダフからマクタル・エンディアイ、エンディアイからディーフ、そしてエンディアイ、本当うまいね、ディーフっていうのは。逆サイド、ファディガ、ファディガからカマラ、カマラからまたファディガです。カマラにボールが通る。後ろのエルアジサール、ここは地高に移ります。3番の松田がこの位置まで来ています。スライディングタックル、倒れましたが、これはボールに対する正当なタックルです。スローインはセネガルのスローイン。エルアジサール、ファディガ、おー、伊藤も激しくいきました。ディーフ、エルアジサールが絡んでいこうというところですが、このボールはクリアしたのが森岡。向こう側のタッチライン沿い、ファディガです。キーパーの鈴木が出て、ここで鈴木孝幸、あー、しかし早いですね、早いですね、サリフディオ、タイを入れ替えるか、足が出てきますか、ね、出てきます。そのボールを取り返したサリフ・ディアオです。オマール・ダフ、グランダー、もう一度オマール・ダフ、攻撃を組み立て直します。13番のラミン・ディアッタ、このボール柳沢絡む、体を張りましたが、5番のマリク・ディオップが勝ちました。これはオフサイドです。しかし、あの後半に入ってちょっと流れ変わりましたね。そうですね、パスの動きも速くなったし、はい、一番変わったのは伊藤テルを入れた中盤の選手たちが、はい、相当前からプレスをかけるようになったことですね。そうですね、はい、それによっていいプレスをかけてるんで、ディフェンスラインも確実に自分のマークを見ながら上げれるということですよね。はい、オフサイドのフラッグが上がっています。今日の主審はガリビョンさん、副審はフランシェスさんとベアグさん、第4の審判がドゥセさんです。ドゥセさんという名前です。いずれもフランス人。服部、そして稲本、また服部にボールが戻ります。今度はあの2トップがアントラーズコンビですから、はい、やっぱりお互いが自分たち、お互いを生かす動き方っていうのをタイミング的に知ってますんでね、はい、これは楽しみですよね。そうですね、特に柳沢もコンディション昨日から本当に良かったと思いますから、僕はその柳沢やってくれますよ。柳沢、鈴木、柳沢にボールは通らない。柳沢は、あー、これも鳩がいいチェックをしました。戸田が上がります。後半はここまでは日本のペース。伊藤、戸田、戸田から15番の奥へ、奥、うーんと服部が体を張りますが、こういう後は怖い。デューフ、あー、これはハンドです。
まあ、本来あんな形で服部が体を入れようとして飛ばされることはないんですけど、やっぱりそういったところのフィジカルとかね、運動能力の高さというのはこうありますよね、懐深いですよみんな。またここでマリク・ディオップが上がっていきました。スルーパスはよく松田の足に当たりました。これはハンドです。3番のエレアジサール、5番の稲本。今日はやはり稲本、他の日本選手と比べる と当然のことながら、まあ、アーセナルですから近いこともあって、そのコンディション的には時差ないですからね、いいと思います。それとやはり本人、そのアーセナルに来た成果というのを見せたいという気持ちもやはりあるでしょうしね。ちょっと大きいですけどね、展開としてはいいですよ。戸田からのボールは少し長かったんですが、前半はね、ああいう戻されたボールをボランチの位置の、戸田にしても稲本にしてもワンタッチでサイドの選手に出すシーンなかったですから、それぐらい今やっと高い位置をね、ハトも奥も意識して取れるようになりましたよね。戸田に合わない、こういうのがね痛いんですよ。戸田が取り返した、後ろに戻しました。服部ディフェンスラインでボールを回します。この位置に伊藤、伊藤がよくボールの出るところに顔を出してきます。このボールを取りましたのが15番のサリフ・ディアオ。サリフ・ディアオとエルアジサール、この2人のボランチが効いているセネガルです。とにかくワールドカップの予選で失点が2という素晴らしいディフェンスを誇っています。倒れましたが、このボールは服部が反応、ハットルから伊藤戻してダイレクトでボールがつながる。ハトが右サイドに展開します。手を挙げているが鈴木、その鈴木にボールが合う、奥が行ってもいいんですけどね。なるほどね、どうしてちょっと奥がね、言われてるのかもしれませんけど、低い位置をもう本当に居すぎですよ。そうですか、マイボールになった時にもっと出ていっていいと思うんですけど、コンディションなんですかねやっぱり。なるほど、ディーフ、このボールは森岡奥、そして稲本です。稲本が前を見ています。鈴木孝幸がもらいに来る、後ろに出して奥、そういう意味でも上がっていって得意のドリブルみたいですもんね。はい、だからやっぱりディフェンスラインから2トップの前線にボールが動いている間にもうポジションを前に取っていくぐらいじゃないとね、もうパス繋がらないですからね。鈴木孝幸、鈴木です。後ろから行った、サリフ・ディアオ、ホイッスルはない。戸田が逆サイドを見ています。松田にボールが出ます。出すところを探しています。前向きました、左サイドフリーですよ。左サイドオフサイド、ここで、ここでやっぱり稲本が飛び出してるんですが、ボールを引き出す動きとしてはいいんですけど、やっぱりもうちょっと左サイドの大外の奥があれをもらえるかなと、あれは稲本が触らないでプレーをしなければ、間に合えばもう完全に突破ですから、ちょっと心配ですね奥が。左サイドのエンドゥールです。エンドゥールが裏を狙うところですが、ここは松田、そして鳩、鳩と柳沢ちょっと合いません。柳沢が手を挙げてここだよというふうに指し示していました。この位置にはサリフ・ディアオ、いいボールですですが、アンリ・カマラには通りませんでした。アンリ・カマラは24歳、176cm、67kg、以前はスイスのチームでプレーをしておりまして、現在はフランスのセダンでプレーをしています。アンリ・カマラです。向こう側のタッチボールを割りまして、これはセネガルボールのスローイン。この15番がサリフ・ディアオ、今サリフ・ディアオアップで映っていましたが、なかなかやはり本当に精悍な顔つき。これも裏に出てくる、マクタル・エンディアイ、マークに動く、オマル・ダフ、ダフの高いボールですが、これは逆サイド、まだボールはラインを切っていない、逆サイドのボールが行きました。マディガのフェイント、落ち着いてますね松田ね、松田が落ち着いて処理、そして伊藤です。伊藤も落ち着いてますよ、あの辺でね、やっぱり前半ボール取られてましたから、柳沢、そして逆サイド、この位置に稲本、鈴木がここはサポートに行きます。稲本中を見る、いいとこ狙ったんですけどね、タイミングとしては、やっぱり引き出す柳の動きも、入れた稲本も良かったです今のは、ラインをいっぺんに上げました。フラット3、オフサイドを取りました。ようやく日本らしさが出てまいりました後半。このボールエンディアイ、カ
鎌田がもらいに行こうというところですが、このボールはまだタッチライン沿い、稲本です。稲本、伊藤、伊藤から上がろうという森岡、森岡から右サイド、戸田がこの位置まで上がってきていました。エンドゥール、ラミンディアッタ、そしてキーパーのシルバーに戻します。これは4番の森岡、キャプテン森岡のファールです。ここでセネガルは14番のムサ・エンディアイを22番のマクタル・エンディアイに変えて投入します。ブルーのメツ監督、金田さん、はい、本来はこの14番のムサ・エンディアイがワールドカップの予選なんかはレギュラーだったんですね、はい、そうですね、ムサ・エンディアイが右サイドに入りました。先に動いたのがフィリップ・トルシエ、後半の途中から入れたのが、さあエンディアイ、低いボールが入るが、これは誰もいません。前にボールをフィードしようというところですが、13番のラミンディアッタ、左サイドエンドゥールです。マークに行くのが伊藤、その後ろからはエルアチサール、そしてファディガ、この位置にはエンドゥール、エンドゥールからファディガへ、ファディガからエルアチサール、エンドゥール、ファディガ、マークに行く松田、大きいフェイント、中を割っていこうというところ、中を割っていく、松田体を入れた、松田体を入れて倒れた、ホイッスル、松田がよく体を入れました。金田さん、はい、10番のハリル・ファディガ、あのオーゼールで、フランスのオーゼールでプレーをしているんですが、はい、この左足もなかなかいいですね。いいですね彼多分もっとできるんですよね。あ、はい、ワールドカップのアフリカ予選では、はい、彼がほとんど中盤でゲームメイクしてたと思うんでね。あ、そうですか、はい、ツートップカマラ、リューフ動かしていくのはやっぱりファディガですからね、はい、これがヘディングを勝つ、ムサ・エンディアイが追っていきましたが、ゴールキーパーの今日は都筑がスタートでゴールマウスを守っています。3番の松田、とにかくラインを下げずに、そして特に中盤両サイドが前で頑張らなければいけない日本。柳沢にボールが合うか、高いが、いやジャンプ力があります、エンドゥール。エンドゥールはジャンプ力だけじゃなくて、多分このチームの中でもしかしたら一番速いんじゃないかなって思うぐらいの、昨日見てたらそんな感じしてたんですけどね。スピードありますよ、しなやかですよね、はい、このボールが合いません。だいぶやはり前でプレスが効いてるんで、前半ほど決定的な形にならないですね、はい、間延びしてないですよね、それはやっぱり稲本と伊藤のテルが相当前線からプレスをかけれる位置にいますんで、逆にボールを取った時に中堅になれますよね、はい、まあ、それによって前を向くことができるんで、両サイドも上がってこれるような、まあ、そんな体型は取れてるとは思いますけどね、はい、サリフ・ディアオ、ディアオからムサ・エンディアイ、ボールはセネガルボールのスローイン、手前側のタッチです。ワールドカップ初出場、モロッコ、エジプト、アルジェリア、ナミビアを破って、まあ、初出場を決めました。非常にモチベーションの高いセネガルです。服部がこの位置まで戻りまして、日本のスローインです。14番のムサ・エンディアイは22歳です。フランスのセダンのチームで活躍しています。得点力がある選手。戸田、戸田、ボールの奪い合い、稲本、これは なかなか落ち着いて服部が処理、そして柳沢です。柳沢が稲本へ、稲本が一旦後ろにボールを出します。奥、逆サイドで手を挙げている鳩、しかしその前に松田を経由します。鳩が右サイドにいるが、その鳩にボールが出ました。柳沢がタイミングを図るか、鳩倒れました、ホイッスルです。いや失礼、ホイッスルはなし、ファールなんですけどね、はい、大きく前へ出そうというところ、服部がマークに行く、デューフ、中にはムサ・エンディアイ、ムサ・エンディアイに合わせる、クリアしましてセネガルのスローインです。森岡がカバーに行きました。ダフ、オマール・ダフ、オマール・ダフからムサ・エンディアイ、後ろに出したダフ、ダフから逆へ振りますが、ここには誰もいません。21番のハト、セネガルはどうやら18番のチャウをこの後ピッチに送り込もうという考えのようです。
まだ両チームとも得点がありません。後半も17分を過ぎました。オマールだ。鈴木が行く。このボール奥、このボールを取って稲本を後ろに出す。服部、服部がストーンズ、カマラが行った、カマラが行った、カマラのシュート、聖田森岡、聖田森岡。いや、日本のまたミスが出ました。やっぱりね、後ろから取られたら本当にボールをつつかれるっていう恐怖がね、ああいうバックパスになってしまうんでしょうね。なるほどね。しかし危ない、あの服部はあんなミスしないですからね、普通はね、いや、ピッチの上にいる選手は相当なそのやっぱり運動能力感じてると思いますね。はい、ここでホイッスルが鳴りまして、11番のウルサンディーフが、ウセイノディーフが顔を押さえています。ここでセネガルは選手が変わります。18番のパプ・ブナ・チャウをピッチに送り込みます。ブルーのメツ監督、カマラに代わって18番のチャウです。これ今のは先ほどのシーン、本当に微妙な危ないところでしたが、森岡がよくカバーしていました。森岡諦めずによくゴールカバー行きましたよ。はい、これはチャウを入れてきました。カマラ良かっただけにね、いいですね、良かったですね。まあ、いろんな選手をメツ監督も試したいんでしょうね。そういうことでしょうね。自分のチームの、まあ、実力というか、その置かれている状況をここで試したいんだというふうに話していました。これもいいボール、ワンツー、ムサエンディアイ、低いボール入った。コーナーキックに変わります。右からのコーナーキック、キッカーはおそらくファリガでしょう。先ほどパスミスがありました6番のハットリ。とにかくあの G リーグでやってるそのレベルというんですか、はい、それとは全然こうあのスピードもそれからその足の範囲も違うんですね、はい、レンジといいますかね。ヘディング後ろこぼれる。今はウサイのディーフに合わせました。その後ろにはエンドゥール、長身のエンドゥールが待ち構えていましたが、エンドゥールはボールを後ろへ反らしてしまいました。つい直前のワールドカップランキングでは日本が29位、28位、そしてセネガルが69位です。服部、服部がボールを持って上がる。柳沢畑が稲本と合いません。ここでサリフディアをオフサイドです。松田が手を挙げていました。向こう側のタッチにボールが出ます。この人が再三名前が出ます、エルアンジ・フセイノ・ディオフ。ディオフとチャウの今度は2トップコンビが変わります。あとまた少しややこの辺りは日本代表停滞気味。思いのほか大勢のお客さんが、そして日本のファン、サポーターがこのランスのフェニックスボラールスタジアムに詰めかけています。奥、奥のボールはちょっと短い。鈴木孝之が狙っていきました。ウセイノディーフ、松田、森岡、変わったチャウがボールに絡んでいく。森岡グランダー、鈴木に出すが、これは面白い形になる。鳩が上がります。鳩が上がる。低いボールが入ってオフサイドのフラッグ。今は柳沢がオフサイドの位置。ただまああそこはね、ギリギリのところのタイミングですからね。そうですね、まあ、できれば稲本が頑張って左サイドから上がってましたんでね、はい、だいぶねディフェンスラインでボールを持ったとき左サイドが浮いてるんですよね、日本の選手。あ、そうですか、はい、はい、あれをちょっと要求してもいいんですけどね、選手同士で。はい、リーフ、ムサエンディアイ、パディガ、パディガスルーパスを出しましたが、これはオフサイドのフラッグが空いていますが、上がっていますがそのまま流します。ハト、周りを見ています。ハトが周りを見る。戸田へ、柳沢がもらいに来たが出ません。そしてこの位置に稲本、稲本がここにいる。ダイレクトで叩いたが柳沢と合いませんでした。13番のディアッタ、そしてサリフ・ディアオ、ディーフ、ユセイのディーフ、このボールはどっちが取るか。オマールだ。稲本、体を入れる。稲本がボールをキープ。稲本から戸田が、ここは15番のサリフ・ディアオが反則がありました。奥が倒されました。15番のサリフ・ディアオは24歳、
フランスセダンの中心プレーヤー、184センチ73キロ。金田さん、はい、まあ、奥は今日スタメンで左サイド出場してるんですが、そろそろちょっと小野見たいですね。そうですね、さあこの位置がチャウです。チャウから左サイド上がってきたのがエルアジサール。ディーフ浮いてますよ。ディーフが浮いている。垂らした左です。シュート狙ったが危ないところ外れました。日本厳しいところでした。まだ0対0、両チーム得点がありません。後半も23分を経過、両チーム得点がありません。シュートの数ではセネガルが圧倒しています。しかし後半に入って日本も徐々にいいところが見えてまいりました。オマール・ダフです。右のサイドバックのプレーヤー、そしてエサ・ムンディアイ、ムサ・エンディアイ、失礼、ヒールで出そうというところ、稲本、体を張った稲本、伊藤へ、右に開いているが、さあ抜けていく、オフサイドはない。柳沢にボールが通りそうです。フォローがないですね、ここね、ないですね。逆サイドに鈴木がいるが、ここで奥が今ようやく上がってこようというところです。スライディングタックル型。まあ金田さん、はい、小野も見たいですが、当然その広山ですとかね。そうですね、それから福西、はい、こういったその新戦力、もちろんこれは試す、新戦力を試す試合ではないのかもしれませんけども、でもそういう人たちがどういう活躍をするかというのを見たいですね。そうですね、2試合ありますからね、はい、放送席久保田さん、はい、どうぞ。その今名前の挙がった福西選手なんですが、間もなく交代でピッチに出ようとしています。あ、そうですか。まあ、後半に入って伊藤を入れてですね、はい、ボールを奪った時に日本は戸田一人中盤で残してね、はい、伊藤も右サイドで飛び出しているし、稲本も出てきてるわけですよね、はい、そこの部分である程度部分の勝負できてますけど、悪い取られ方した時にはこのバランスは相当リスクありますから、はい、まあ、その辺ちょっとこう気をつけながらね、はい、攻めていってほしいなと思いますけどね。確かに稲本はもう完全に左の、普通だったらサイドバックが上がる位置まで上がっていますもんね、はいはい、だから今そこの部分があるから、奥もある程度ポジション考えながら引き目でいいのかもしれませんね。なるほどね。今その福西にアドバイスを送っています、フィリップ・トルシエ監督。福西はあの99年ですか、キリンチャレンジカップのイラン戦以来の代表ということになります。まあ、彼も J リーグで結果出してますしね、そうですよね、やっぱり見たい選手の一人ですよ。ただどこに入りますかね、誰と変わりますかね。そうなんですよね、はい、あるいは戸田あたりと変わるのか。左サイドの奥は指を指した、柳沢が動こうというところですが、奥周りを詰められます。戸田が上がった、戸田が上がった、その戸田のところにボールが出ます。2人のマーク、サポートがちょっとない。ダフ、ラビンディアッタ、キーパーのシルバ、大きくクリア。左サイド、金田さんからの指摘もありましたけども、ちょっとあのサポートないですよね。そうですね、うん、いいカットだ、稲本。稲本はこの辺りは非常によく狙っています。ここで選手が変わります。福西が入ります。誰に変わるでしょうか。あ、5番の稲本と交代です。まあ、リスクを考えながら、はい、かなりやっぱり勝負をかけてきてましたと思うんで、後半はね、日本代表、稲本動き悪くなかったですからね。そうですね。オマール・ダフです。後半の26分、稲本に代わりまして福西をピッチに送りました、フィリップ・トルシエ監督。正直言いましてね、金田さん、はい、稲本がですね、やはり今日の試合の中では完全に中心になってですね、はい、守りの面でもそれから攻めの面でもいいところを見せていたんで、はい、ちょっともうちょっと見たかったですね、そうですね、という気持ちがあるんですがね、はい、あ、裏がスペースが空いている。ムサエンディアイ、フィーボール入った、キーパーです。危ないところでしたが、これはタイミング合いませんでした。戸田、あ、右サイドが空いている。右サイドオープンスペース、伊藤、そして鳩がいい上がりを見せます。鈴木に出た、ボールが出る。鈴木ボールをもうちょっと見失った。柳沢から一旦後ろへ、戸田から右サイドの伊藤切り返す、中を見る、もう一度切り返すか。このボールは、いや失礼、鳩です。鳩が向こう
こう側で、あ、ここでホイッスルが鳴りまして、どうやら鳩のファールです。日本から、まあ、本当に考えられる数で言いますと本当に多い人数のサポーターがこのパリから200キロ北にありますサッカーの街ランスに来ています。応援に来ています。そうなんですよ、今日何人かの方とね、ゲートで会いましたけど、ありがたいことですよね、はい、そうですね。放送席久保田さん、はい、どうぞ。日本チーム広山選手が、呼ばれています。ついに広山登場。さあこのボールを取られた、シュート狙ってくる。先ほど申し上げたのが今のシーンなんですね、はい。ああいうようなところがやっぱり日本はね、そうです、やっぱり中盤で今一人で戸田がボランチの底にいますんでね、伊藤と福西上がってますから、はい、あの戸田のところで取られるともう帰れないんですよ。そうなの、選手が、はい、おっしゃってた一番懸念した部分が出てるんです。あそこでイージーなミスをしないということが一番大事です、はい。さあ金田さん話していました、広山と。そうですね、広山の場合の課題としてはやはりこのフラット3352の中でのディフェンスということになるんでしょうかね。攻めではかなりいいものを持ってますけどね。そうですね、まあいろんな選手とのコンビネーション、あ、もちろん、はい、そこだけだと思いますけど、広山がそのボールを追っていきます。まあ右サイドをね、とにかく勝負してほしいですよ、はい、福西が行った、あるんですから。福西が行った、この位置福西がボールに絡んでいきます。あ、従いまして左サイドはこれ服部、奥、福西とジュビロのメンバーで固めたような形になりました。手前側のタッチにボールを受け出します。ブルーのメツ監督52歳、前任のシュニットガー、ドイツ人のシュニットガー監督の後任をとして代表チームは初の采配になります。セネガル、ディーフ、サリオ・ディアオ、ハリが中に入れる、チャウ、これは松田、松田がホールディング取られてしまいました。ここは嫌なところですよね、セネガルのサポーターが喜びます。赤と黄色と緑、セネガルの国旗を振りまして、本当に最初にも申し上げましたが、以前はフランス領土、フランスの植民地、1960年に独立いたしましたセネガル。後半も30分を過ぎました、まだ得点がありません両チーム。さあこれは非常に集中しなければいけないところ、日本代表ディーフが狙っていく。ディーフのシュート決まりました、セネガル先制。エルアジ・ウセイノ・ディーフ、あー壁の外側、見事なゴールです。文句なしですね、はい。後半30分、セネガルディーフのフリーキックで先制しました。2001日本代表ヨーロッパ遠征、日本対セネガル、ついにセネガルが先制しました。日本が追う立場となっています。これは先制のシーンです。いやしかしこれは続きはどうしようもないでしょう。そうですね、一旦ちょっと守ってる続きも右に体重がかかりましたからね、そこからあの構成は届かないですよ。そうですよね、やっぱりゴール前でフリーキックをもらったのもリーフのキープ力ですからね。あ、そうですよね、はい、はい、そうでした。さあ日本が今度は追う立場、ムサエンディアイ、ディーフリングで送ろうというところ、鈴木がこの位置まで下がっています。伊藤へ、いや伊藤、戸田から伊藤へ、この位置に柳沢、柳沢です、広山が前に走る、柳沢、広山にボールが出た、そして左サイド鈴木、上がっていくのが福西か、柳沢です、
このボールはまた広山が絡んでいく。ムサエンディアイから2番のオマールダフ、手前側のタッチです。フェリックス・ボラールスタジアム、スタッド・フェリックス・ボラール、入場数がおよそ3000人という発表がありました。右サイドうまく今プルアウェイをしまして、11番のディアフ、この位置ボールキープです。中を見る、低いボールが入りました。スルーします。この位置まで広山が戻っている。マークに行くのがパリガ、その前にボールを出して伊藤。しかし何回も言いますか、今のはエンドゥールです。エンドゥールがただね、ボールに触ってますからね、後ろから足伸ばして、ね、柳沢。いや、日本の選手もそれはもう分かっていることで何回もやってるはずなんですが、改めてやっぱり思いますよね、このフェリーチの長さとか見せつけられたら。そうなんですよね。逆サイドの広山が空いていますが、ここは広山にボールが出ました。広山勝負に行く。ラストパスを出した。詰めていなかった鈴木。これはおそらくコーナーでしょう。どちらでしょうか。スローインじゃないですか。スローインですか、はい、これは今のシーン、いいボールが上がりましたね。いい、はい、広山勝負に行きました。コーナーですね。コーナーですね。21番の鳩、での競り合いはゴールキックに変わっています。1対0、セネガルが1点リードです。2001日本代表ヨーロッパ遠征、日本対セネガル、1対0とセネガルリード、日本が追います。変わったチャウ、ハトが行ってよくスライディングタックル。ここで戸田がつなぐ、大きく前方へフィードしますが、このボールはセネガルがキープです。サリフ・ディアオ、さあエンディアイ、ファディガーがこの位置まで来ている。ハットリがマーク、森岡カバー、そしてこの位置にサリフ・ディアオです。オマールダフ、残り時間が手元の時計で10分を切りました。ファディガ切り返す。ファディガ左足、おお、危ないところでした。左サイドでプレーをしていたファディガが右サイドに来て、今の、今のは金田さんセンタリングだと思うんですけどね、はい、センタリングです、はい、いや、しかし今のキープルがありますよ ね、 ありますよね。広山、ようやく伊藤がフォローに行きましたが出すところがありません。逆サイド、ここには鳩がこっちのサイドに来ています。手前側のサイドに鳩が来ています。こういう相手にどうやって点を取っていくか。日本、伊藤、広山が出る。広山が後ろスペース、いいね、逆サイド低いボール入った、こぼれている。エンドゥール、エンドゥールが大きく前方へフィードします。この位置が、しかしこの人はなかなかキープ力うまいですね。本当にうまいですよ、ね、ボディバランスいいし、ね、強いしね、強いしね、本当に大したもんですね。なんかね、本当に大人のサッカー見せてくれますね。はい、あとが激しくいきましたが、ここもウサ・エンディアイがボールをキープ。オマールダフ、クリシが絡む。エンディアイ、ワンツーで行く、これは抜けていった。エンディアイ、ボールがディーフに通る、後ろに通る、そらした。エルアジサールからディーフ、ディーフから後ろに戻った、オフサイドの旗です。最後チャウのシュート。ワールドカップ予選のナミビア戦で2得点を取っています、18番のチャウ。この辺りもよく見てる、よく見てますよ、ディーフがほとんど絡んで、はい、彼がやっぱり味方を簡単にワンタッチするタッチで使えますからね、いろんなところを ね使ってミスがないですね、はい、この選手は。伊藤、福西から縦へ出す。
柳沢が裏を狙うか、柳沢裏、シュートを狙っていきました。鈴木が思い切ってシュートを狙っていきました。柳さんはすごい動きで相手のディフェンスを外したんですけどね、あの柳さんというのはこのオフザボールの動きが本当素晴らしいですね。抜群ですよね、今はね、はい、結構怒ってましたよね、柳さんは。柳さんがね、出せっていうね、コンディションがいい証拠なんですよ、はい、昨日の練習からそうでしたからね、はい、戸田のボールは通らない。オマールダフからリーフ甲の上に乗せましたよボールを。です、ね、ちょっと余裕も出てきましたリーフです。いや時間ありますからね、はい、黒山がだいぶ右サイドをね、はい、入ってから 2,3 回突破してますけどね、はい、チャンス作ってますんで、その広山がボールを奪いに行こうというところです。この位置に上がってきたのがエンドゥールです。必ずこの1回ディーフを、はい、ディーフを経由しますよね、はい、エルアジサールからサレフディアオ、逆サイドはムサエンディアイがありますが、ボールを自陣で回そうというセネガルです。大きく左サイドはオフサイドフラッグ、3番の松田のアピール、この後ナイジェリアとの試合が控えています。日本はアフリカ勢との対戦は過去にはこのトルシエジャパンになってからはエジプトとカメルーンしかありません。おっ倒れた、ムサエンディアへのファールです。すぐに展開する福西戸田、1回後ろに戻します。タッチライン沿いで張っている広山、戸田が上がっていく、左サイドにボールが出る、胸でワントラップした、囲まれている、オーバーラップするハト、オマールダフも行く、これはボールはどちらでしょうか、セネガルボールです。セネガルボールのスローイン、手元の時計では41分を過ぎました。手元の時計で41分を過ぎました。残り4分、ロスタイムがどれぐらいあるか。後ろから6番の服部のファール。今年に入ってから日本は10試合代表ゲームがありまして、6勝1敗3引き分け、得点12、失点7、そのうち失点7のうちフランス戦の5失点というのがあるわけですが、ここ3試合はいずれも完封勝ち。好調の日本、ここで土がつくのか。前に出します、カレル・ファディガ、サリフ・ディアを狙っていこうというところ、福西が行きました。これはチャンスになる、ハトが上がります、福西、ボールは通らない、福西倒れている、ホイスラー、マリク・ディオップ、このボールがつながる、伊藤から広山の右サイドです。タッチライン沿い、伊藤が今ようやく回り込んでいった、その伊藤を切り返す、中を見る、福西がいます、後ろに出した、戸田が行く、倒れた、ホイッスルになりました。逆に日本がいいところでフリーキックのチャンスを得ました。日本は完全に後半に入ってから攻めは右サイドという感じになってきましたね。稲本がいた時は左もありましたけどね、はい、最後の突破のところは右サイドというね、チームが多くなってますけど、はい、なんとかしたいですね、なんとかしたいですね。ここは服部が、戸田と服部がいますけど、多分服部じゃないですか、服部でしょうね。直接狙っていくか、戸田が上げたヘディングでのクリアです。鳩が自陣まで下がりましてボールをもらいました。ゴールキーパーの続きに戻します。前を見ています。ブルーのユニフォームが相手陣内に入っています。大きく縦へ出しますが、このボールだとちょっと苦しいか。キーパーのトニーシルバが出ました。ムサエンディアイ、サリフディアオ、逆サイドのエンドゥールへ。もうセネガルはそろそろ時間稼ぎといいますかね、ボールを回して相手に取られないようにということでしょうね。そうですね、無理して攻めなくていいという状況ですからね、はい、
どんどん日本はもう時間ないですから前から行っていいですよ、はい、体を張る福西ボールをちょっと見失ったこの位置に柳沢が下がっています。そして森岡広山が上がっていくその広山にボールが通りません。ベンチに腰掛けて戦況を見つめるトルシエ監督。もう手元の時計では44分を回りました。ヘディングでこぼれる1対0とセネガルが1点リード。なんとか追いつきたい日本。福西ダイレクトで回す戸田松田が右サイドワイドオープンになっています。松田中を見ている広山広山から松田裏に伊藤が走り込もうというところです。戸田出すところがありません。一旦戻す森岡大きく縦に前線にボールをフィードします。鳩が頑張りましたがボールはセネガルボールのスローイン。ロスタイムは3分です。ロスタイムは3分。ヘディング福西松田へ広山広山から福西福西のボールちょっと大きい。大丈夫です。松田にボールが出ます。松田から柳沢完全にフリーになっている。柳沢フリーになっている。広山がいい形で入ってくるが、あちょっと最後のラストパスのタイミングが少し遅れたか。今柳沢探してたんですよね。その分ちょっと遅れましたけど、それにしても今のエンドゥールでしょう。そうですよ。すごいスライディングしてきましたねこれは。いや素晴らしいスライディングです。しかし日本コーナーチャンス。ショートコーナーになった。広山ふわっとボールを浮かせる。ヘディングでこぼれる。戸田戸田かわした。戸田かわす戸田かわす。いいですよ。左サイドのボールが出る。いい森岡広山まで森岡広山行くか。こぼれている。よし来た。うわ福西のシュート。キーパーの手。シュートやけどな。コーナーキック日本。さあ日本ロスタイムに追いつきたい。あー惜しいところです。しかしここはヘディングの強い福西あるいは松田上がってきています。カーブがかかる高いボール。このボールをディーフに出ます。ハーフウェイラインを越えていく。ディーフが上がれ上がれという合図を出す。ここはスローダウンしました。そのディーフへ松田体を張った。あこれは松田に対するファウルです。いやそうですねマイボールですね。もうロスタイムも2分を経過しています。広山が開いています。森岡から広山へ。フリーですよ。フリーですよ。フリーですね。フリーです。広山フリー。広山フリーだ。ボールが上がった。ショットだね。このボールセカンドボール。あー戸田のボールが少し針がから左サイドチャウ。チャウ切り返した。左へシュート。決定的な2点目。カウンターから決まりました。勝負あり。チャウのゴール。セネガル2点目2対0。このパスも素晴らしかったですけど、ここのね中に切り返してシュートフェイント、はい、森岡がこれでかわされて決められたんでしょうがないっていうシーンを作られましたね。そうですね。そして今この瞬間に試合終了のホイッスル。日本セネガルに敗れました。セネガル2対0。日本代表2001ヨーロッパ遠征の初戦を落としました。それにしましても日本は、まあ、後半はなかなかいい形も作れたと思ったんですけども。そうでしたね。かなりあのリスク背負いながら、はい、中盤で両サイドがね、どんどん高めに設定して、あの戸田のワンボランチで勝負してきましたし、そこではいい時間帯でいいチャンスも作ったんですけどね、はい、まあ、2点目はこれはまあしょうがないですけども。そうですね。ただ
チャンスがですね、はい、シュートチャンスがおそらく3回そうでした、ね、ぐらいしかなかったと思います。まあ、そういう意味で言うと、まあ、新しいメンバーでいろんなコンビネーションの問題等とコンディションもありますけど、はい、やっぱ攻撃の形っていうものをね、今回いい経験になったと思いますよ。そうですね、放送席、はい、日本チームトルシエ監督にお越しいただきました。アフリカ勢の個人技スピードを十分に警戒して臨まれた試合だと思いますが、まず0対2という結果についてどう思われますか？Déjà dit qu'il fallait faire extrêmement attention à leur qualité technique en 1 contre 1, à leur vivacité. D'abord, un petit mot sur ce résultat de 0-2. Oui, sur l'ensemble du match, c'est mérité. La victoire du Sénégal est largement méritée. On regarde de leur valeur surtout individuelle. Je crois qu'ils nous ont été plus forts dans le domaine individuel, dans la vitesse. Mais on doit mettre aussi en compte, bien sûr, le décalage horaire. Mais je pense que c'est un match qui va nous servir de référence parce qu'on a quand même souffert physiquement. Et puis individuellement, on est tombé sur une équipe très forte. Et surtout qui possède une dynamique de confiance très intéressante. そうですね、やはり個人個人は強かった、まあ、予想してた通りに強かったし、まあ、今絶好調というか自信満々でやってるから、まあ、非常にうまくいってるし、まあ、我々の方は迷惑にならないんですけれども、やっぱり時差が特に今日は感じたし、まあ、全試合を見ると内容的にはまあ論理的な結果だと私は思います。ワールドカップへ向けた大事なシミュレーションという意味で何か収穫はありましたか？Donc c'est quand même une partie très importante dans la simulation pour la Coupe du Monde. Est-ce qu'il y a quelque chose quand même qu'on a gagné de cette partie? Je préfère la deuxième mi-temps parce qu'en première mi-temps, je pense que même si on n'était pas frais physiquement, on a eu des attitudes.